はい、こんにちは、朝日です。今回は強化されたディアブロスで遊んでいきたいと思います。ちょっと2回連続のね、76番面なんですけれども、こうか盤面14コンボ。さあどうしようかな。誰の火力を見ようか。ジンオーガかな。3800万。あー、リーダーブロスが5600万ぐらい。なるほど、まあ強いですね。じゃあ待て、よいしょ、こうして、もうなんかこんな感じで、まあ倒せるでしょう。よいしょ、はい、木が脅しになってない。光がいっぱい入ったので、ああ、ジンオーガとシェリングフォードが1億超えましたね。うん、強い。もう皆さんね、ご存知だと思うんですけども、一応、ディアブロスのリーダースキルおさらいしておくと、8コンボで軽減の9倍、6色で2コンボ加算という感じですね。でフレンドは今回ジンオーガにして、まあ、多色みたいな感じ でサムリですね、スキルチャージを持ったモンスターを多めにして、まあ、ちょっとなんていうのかな、多色ならではの攻略みたいなものができればいいなっていう願いを込めた編成にしました。うん、そうですね。で前回も多色を使った動画の方を一応上げてはいたんですけれども、多色ってね、やっぱり粒揃いなモンスターが多くて、まあ、今画面で見えてるキャラもそうですし、うーん、そうだな、ウルカ、エファ、アンナ、まあアンナは別にあれか、別に多色じゃなくても使えるけど、まあ、その単体で見た時にめちゃくちゃスペックの高いモンスターっていうのが多いなっていう印象で、まあいくらでも強くなれる可能性は秘めてるんだなって思いました。秘めてるだけです可能性を秘めているだけ、現状はね。だから本当にね、あと一つ何かこうきっかけがあれば一気に強くなると思うんだけど、多色っていうのはね、それが何なのかっていうのがちょっと難しいところですよね。これ水欠損か、倒せるかな、さすがに倒せるか。あ、降ってきた。あ、今日たまたま入れてるんですけど、極性進化したフェンリル・ウィズ、こいつ超強いですよね。一ターンで打てるお邪魔目覚めはね、やっぱとっさのなんていうのかな、対応がすごいしやすいん でアギダインとか盗賊団の武器とか、ああいうのを使わなくてもこいつ入れとけば対応できるっていうところがすごく便利だなっていうふうに思います。あとはその単体のスペックも非常に高いんで、神キラー2つ持ってて、で7コンボ超覚醒込みでね、2個にできて、で潜在で神キラー振れるんで、本当にいいキャラだなっていうふうに思います。リーダーで使う場合も、まあ、スキルが一ターンで打てるんで、実質お邪魔目覚めを永遠にループできるっていう感じで、まあ、ただその盤面にお邪魔を作る関係でやっぱりちょっとね、こう攻撃力が下がっちゃうっていうのもあるんですけれども、あとまあ回復ドロップが欠損して自己死したりとかっていうこともあるんですけど、まあでも結構面白い性能だなっていうふうに思います。回復降ってきてね。よいしょ。ちょっと待って。これでいいか。OK。これで割合からの次お湯で大丈夫かな。前に、どっかのね、まとめサイトかなんかで見たんですけど、ガードブレイクの覚醒に無効貫通効果をつけたらどうかっていう意見があって、まあ、それはね、確かに面白いなっていうふうに思いました。まあ、その5色同時攻撃が絶対必要になるっていうことと、あとその従来の正方形の貫通と違って攻撃力が上がらないっていうこととか、まあ、その辺をいろいろ考慮に入れると、確かに無効貫通効果つけたとしてもそんなにぶっ壊れることはないんじゃないかな。まあ、例えばだから極端な話、パーティー全員ガードブレイク持ちにして、でそのままパズルするだけで
いつ向こうのキャラが出てきても倒せるみたいな、そういう現象が起きて、そのガードブレイクパーみたいなものが生まれるんじゃないかなっていうふうに思います。それをすると、その誰が来たとしてもとりあえずもう平積みしてれば OK っていう感じになるし、もうなんかいっそのことでそれを多色の強みにしてしまってもいいんじゃないかなっていうふうにも思います。うん、そのガードブレイクっていう言葉のね、あの意味も、そのガードをブレイクする、無効貫通する、別にいいじゃないですか、なんか合ってる感じがするから、うん、いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、そのただ一応そのハオとか探偵とかそのスキルで無効貫通できるキャラの立ち位置がちょっとなんか微妙になっちゃうんで、そこはまたちょっと考える余地ありそうですけども、よいしょ。ああそう、あとね、あれですね、極性カーリーですね。極性カーリーが、どうなるのかっていうのも非常に大事ですね。ただ極性進化で今まで環境トップになった例っていうのが闇メタぐらいしかないので、どうなんだろうな、その新規のコラボキャラとかフェス限に比べたら、まあ、ちょっと能力的には抑えめにされる可能性が高いかなと個人的には思ってはいます。だから単純性能だと正直そんなにぶっ壊れなんじゃないかなと。まあ、あんまりその過度な期待をしすぎるとかえって裏切られた気分になるんで、僕は個人的にそういうことに関してはあんまり期待しないようにしてるんですけどね。まあ、別に強かったら強かったでそれは全然いいことだと思うんで。L 字持ってくればよかったな。あとはそうですね、一応このブロス自身の性能に関してなんですけど、実際蓋を開けてみてみんなこのブロスの性能で満足だって言ってる人あんまりいないですよね。まあ、僕がたまたま見たのがそういう意見ばっかりだったのかもしれないけど、そうですね、僕が見た限りあんまりこの性能に満足してる人はいないイメージです。やっぱりね、その僕今まで何回か言ってきたことなんですけど、もともと強かったんですよこのキャラは。強かったんだけど、その潜水とか、光見るとか、そういうなんか単純な倍率で圧倒的に勝ってるキャラっていうのがこう後から出てきて、あとはその耐久面でも、例えば筋肉マンみたいなお手軽に半減が使えるキャラとかも出てきたりして、まあなんていうのかな、とにかくもう選択肢がすごい増えて、ブロスじゃないとダメってことが現状ないですね。ああそうそう、あとなんかもう一個面白い意見を見たんですけど、そのコンボ加算がついたことでランダムで使いにくくなったから弱体化だろうみたいななんかその余計なことすんじゃねえっていう意見があったんですよね。まあ確かにな、と僕もね、その前の動画で言ったように、編成の時点でこう余計なことをあんまり考えたくないからシンプルなままでいてほしかったなというふうに思っていたんで、まあ、そこに関しては結構、同意ですね。本当に弱体化したかどうかはまあ置いといて、まあそういう見方もできなくはないよなっていうふうに思いました。どうしようかな。もう一回殴って。
て、まあでも本当にこのパズドラっていうゲームは不思議なゲームだなって思いますね。だって倍率も上がってコンボ加算っていう、まあ、明確な強化が行われたのに、あ、これしかないか、あ、ちょっと待って、それはまずくねえか。めんどくさいな。っていうかシェリングと歯をたまっちゃいそうなんだよな。これがちょっとね、あんまりもたつくとこういうことが起きるっていうのが、まあそのスキルチャージの弱点でもあるんですけど、リーチェがね現役だった時も結構その問題があって、このアシストするスキルに関してはすごい選ばなきゃいけないっていうのがね、なかなか難しかったんですけれども、シェリングフォード武器化しろ早く。うん、なんか先だな話、あ、そうそう、で本当不思議なゲームだなって思うのが、その倍率も上がって効果も追加されてるにもかかわらず、その弱体化扱いされるっていう、これが環境の変化かって思いますね。ブロス自体は本当にあのどんなリーダーとも組み合わせることができる、もう万能キャラなんですけど、その今は特定の場面において、さらにその特定のジャンルに特化したキャラがもう今他にもたくさんいるから、それに合わせて選んでいけばいいっていうねことがあるんで、まあそのブロス一強ではなくなったと。まあ、あとはその自前じゃなくてそのフレンドで OK っていうね76の特徴もあるんで、まあだから間違いなく強キャラなんだけど、なんだろうな、個性的ではないのかなって思いますね。やっぱりその選択肢が増えていけばいくほど個性の弱いキャラっていうのはちょっと死んでいっちゃうんだなっていうふうに思いましたね。うん。で今回のブロスを見てそれがより顕著に現れたなっていうふうに思いました。うん。弱くないんですよ。弱くない。強いんだけど、強いんだけど、いやーブロス、このパーティーでブロス使うんだったらセンスでよくねとか、うん。だから今使ってるこのパーティーだって、その、いや、潜水でよくねって言われたら僕、言い返す自信がないんですよ。よいしょ。ルーレットがぜ。はい。いや、ブロスの方がステータス高いし、ぐらいしか言えないと思います。さあ、これ、ハオが溜まっちゃったので、これシェリングフォード溜め直しか、クトゥガーが出てきたらため直しですね。ここは多分倒せると思うんだけど、まあスキルチャージの関係で実質10ターンでたまるんで、そんなめちゃくちゃ時間はかからないと思うけど、クトゥガーだったらもうカットするかも。うん、はい、クトゥガーですね。いや、ちょっとシェリング溜め直しますね。パズルしてしっかり回復しとけば、まあここは死なない。ちょっと待って、こうか。まあ、皆さんもね、このディアブロスの性能をどう思ったかっていうのをね、ぜひねちょっと聞かせてほしいなっていうふうに思います。これでシェリングが溜まる。五色陣打って、こういうこともできるんだよ。できるんだよ。コンボ加算も一応打っていくと。まあそうだな、今強いって言われてるコマさんとかを使うにしても、なかなか
フレンドにディアブロスを選ぶっていう人、僕は見たことないな。そんな無理に76にしなきゃいけないっていうことも最近はないんで、本当にだから前線で活躍してるキャラ、本当に多色をどうしても使いたかったら潜水を選ぶとか、あとはそうですね、光見るが単純に強いっていうのもあるかな。まあそうですね、とりあえずでも一旦モンハンに関してはこれで一段落ついたかなっていう感じで、なんかさっきあとその村子さんがつぶやいてて、あの進撃の巨人の詳細が発表されたんで、そちらもねまた楽しみにしていきたいな、していきたいなっていうふうに思います。はい、今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。